ドリルが反撃をちょっと見るのかな、どうなのかなっていうところ。だってバッカスさんがその大ドリルと中ドリルをやっぱ使い分けてるんで、そこら辺もあるのかなと。そこら辺がうまいっすね。ジャクトルで押して投げ、あれもうまい、しっかり EX ソルでガタン取って、すごい、ネクラッパーにランダチ勝つ、知らない俺はそんなこと。ランダチいいじゃない。そうっすね。さあ前にからさあ読み合いで勝ってそうっすね。あ、これはあるぞ。暴れの審判からもね。そうですね、ほぼほぼ当たってるんで。あ、ドリルの打ち方がマジうまいっすね。今の2ヒットすると思わなかったっす。僕1ヒットかなと。さあ昔からバッカスファンとかマジもうわけわからんこと言い出していく。これは痛い。今の緊急キックで反撃したのは偉いなと思って。偉いですね。そうですね、これもリーチ当たらないかなと思って。うまい、そこのハング。さあ赤取ったが、動きづらい。そうです、これはかなりネクロがいるんですよ。すごいすごいすごい、2連勝。さあ中盤、近距離の中盤がほぼほぼ暴れ出して当たってた。そうですね。